はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。本日も岸田政権を叩いていこうかなと思っています。本日も国会中継の切り抜きなんですが、参議院の予算委員会を皆さんに共有したいなと。で、質問者は立憲の塩村彩香議員なんですよ。まあ、塩村議員といえば枝野の子分というかね、ブレーンみたいなもんじゃないですか。消費税廃止を2021年衆議院選挙で訴えたのは間違いだったと。消費税を減税廃止すると幸福社会の実現に程遠くなるんだ、なぜなら消費税は財源なんだ、みたいなことを言うじゃないですか。まあ、そういうところはね、僕はあまりいい印象を持ってない、どちらかというと嫌いなわけです。でもね、その他の国会の質疑というのはね、結構いいんですよ。面白いんですね。今回もエンタメなんですよ。何かと言ったら、まあ、サムネとかタイトルにもある通り、自民党青年局のハレンチパーティーですね。昨年の11月ぐらいに行ったものが今になって出てきたということなんですけれども、まあ、いつになってもね、こういうことをやるって頭おかしいじゃないですか。去年の11月でこんなに時間が経ってからとかいう問題ではないですよね。とにかくネジぶっ飛んでるクズ議員ですよ。クズ青年局ですよ。まあ、遅から早かれいつかね、リークされてるんだろうなと思うんですが、僕らはその写真とか、まあ、画像ですよね、でしか知らないんですけど、どうやら動画が流出してるよみたいな話なんです。やべえよね。もしその動画がさ、一般社会にはまだ流出してないのか、リークされてないのか分かんないけど、どうやらね、動画があるらしいんですよ。そこで今さ、触っていないとか言ってるじゃないですか、衆議院議員のあの2人。触っていないです。もし触っているのがバレたら議員辞職するんですか、みたいなことを突っ込まれると、いや、それとこれとは話は別で、みたいなことでニヤニヤしながら逃げ切ってるようなぶら下がりの会見の様子も共有したことがあるんですけれども、まあ、とにかくね、動画が残っていると。で、写真も残ってるじゃないですか。で、この有名な写真ですよね。これもう超有名な写真だと思うんです。NFT とか出したらめちゃめちゃ値がつくんじゃないんですか。で、この画像に写ってる男性ですよね。男性はどうやら世耕参議院幹事長の秘書らしいんですよ。秘書さんがこの懇親会に出て、で、こういう写真を撮られたということですよ。で、世耕さんはね、この方、秘書に対しては厳重注意を行ったみたいなこと言ってるけど、これやばいよね。青年局ってそういうものなのか、みたいな。で、塩村議員はこういうことも言ってるんですよ。多様性多様性って言うけれども、コスチュームは例えば下着姿のようなもの、バニーガールのようなもの、オイランのようなもの、ね、いろんなコスチュームがありました。それを多様性と言ってるんじゃないんですか、みたいな。でね、お金の話も言うんですけれども、結局ね、公費は使っていないと。税金が原資である政党助成税金とかありますよね。そういうものは使っていないんだというふうに言ってるけれども、政治活動費として使っているのであれば、公費じゃなくても、その政治活動費の、まあ、主な財源というのはさ、まあ、一般国民からの寄付とか企業団体献金とか、まあ、そういうもので賄っているわけですよね。で、それでもらったお金を政治活動費として使えば税金がかかんないわけですよ。ポッケないないすれば所得になるので、当然税金はかかるんですけれども、だから政治活動費として使っているから公費は使っていないというけれども、実際に政治活動費は今言ったように寄付とか団体献金とかで賄われているんですよね。そういうお金をこんな払ハレンチパーティーに使っていいんですか、みたいなことを言うわけです。で、岸田総理の答弁は、まあ、これはね、言われたくないんでしょうね。いつも以上に声が小さい。で、いつも以上にしどろもどろというか、ごもるんですよ。ちゃんと喋ってはいるけれども、ボリュームも小さいし、ごにょ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 喋るわけですよ。やっぱりこれね、突っ込まれたくないんでしょうね。で、多分ね、これからどんどんそういう、このハレンチパーティーね、動画とか本当流出する可能性あるんですよ。もしそういう動画でさ、口移しをがっつり取られていたりとか、お尻を触っていたりとか、膝に乗っかってもらったりとか、そういうハレンチ行為が動画でリークされるようなことがあれば、自民党支持率ブワー下がると思うんです。で、この動画撮ってるのもね、おそらく青年局の、まあ、自民党議員なのか青年局のスタッフなのか分かんないけど、その、まあ、ブレーンですよね。だから、そのブレーンが流出するかどうかにかかってると思うんですが、ぜひね、画像だけではなくて動画ももう一般国民の方にね、知らしめていただければね、もうあまねく拡散に協力していきたいなというふうに思います。まあ、そのあたりも含めてね、塩村彩香議員のエンタメ国会質疑、皆さんに共有したいなと思っています。
段差が男性の顔を触れながら、お互いの唇が接触をしてくれるまでしてくれるのは知られた話ですということなんですね。下着、ポリス、バニー、チャイナ服、オイランなどコスチュームが多様だということです。続いて、政治資金に関連するんですけれども、パネルの2をご覧ください。皆様にも資料を配らせていただいております。資料の2でございます。自民党青年局の過激ダンス懇親会についてでございます。こうしたセクシー過激ダンス懇親会の意義は多様性ということでした。総理、これ、国民に有権者に申し訳ないとか思わないんでしょうか。総理の目指す多様性と一致をしているのか、お伺いしたいと思います。言うまでもなく、私、そして私の内閣の目指す対応とは、多様性とは、全く合致いたしません。私の目指す多様性、すべての方が生きがいを感じ、そして尊厳が損なわれることなく、多様性が尊重される、こうした包摂的な共生社会を目指すと申し上げております。この多様性が尊重される社会、これは自らの意思に基づいて、個性と能力が十分発揮できる、公正で多様性に富んだ活力ある持続可能性のある社会、こういったものを目指しているものであります。すなわちこういった多様性の趣旨とは合致することはありません。はい、総理の目指す多様性とも全くもって合致をしていないということが分かりました。青年局長だった藤原隆衆議院議員は、ダンサーを触っていないというふうにおっしゃっていますけれども、ネットを中心に国民からは疑念の声が上がっております。コメントをすればするほど疑問の声が上がっているような状況なんですね。これ確認をお願いしたんですが、いかがだったでしょうか。その他ですね、女性を触るなど、品性のない行いをした者がいなかったかお伺いをいたします。青年局が属する党の組織運動本部において関係者への聞き取りを行ったところであり、また行っているところでありますが、その調査によれば、藤原議員をはじめ、この女性の身体を触ったといった不適切な事実は確認されたものはないと報告を受けております。昨日小学館のですね、ニュースポストセブンというところで、報じられているんですけれども、このダンサーが所属をしているというか、そういったところですね。地元飲食店の間ではサービスが際どいことで有名ですということです。ステージによってはバニーガールは透けた下着にニップレスをつけただけなんていう過激なコスチュームでサービスをしてくれると、で今回の参加者も楽しんだと報じられているチップの口や写しも、ダンサーが男性の顔を触れながらお互いの唇が接触をしてくれるまでしてくれるのは知られた話ですということなんですね。下着、ポリス、バニー、チャイナ服、オイランなどコスチュームが多様だということです。ここが多様なのかというふうにちょっとネットの中では話題になっていたんですけれども、こうしたお店、ダンサーの方に全くもって落ちてはないというふうに思います。私、こうした声にしっかりと答える必要があるんじゃないかなというふうに思うんですね。もう一点お聞きします。懇親会から参加をした国会議員はいなかったのかと。そして青年局には女性も所属しているんですが、なぜ研修や懇親会に女性はいなかったのか、これをお伺いいたします。なぜ女性がいなかったのか、これは、青年局の催しでありますが、たまたまその、出席、メンバーの中に、女性は含まれていなかったことで、しなかったということだと私は理解しております。塩村さん。それもなんかおかしな話ですね。私も青年局、党の青年局 のメンバーですけれども、女性が一切いないということはあんまりなくてですね、そこ自体に多様性が自民党さんにないのではないかというふうに言わざるを得ないというふうに思っています。動画はですね、自民党の中の方が撮影したはずですね。少なくとも関係者です。これ見た方からお話伺ったんですけれども、あれは完全にアウトだという話でした。総理も動画確認するべきではないでしょうか。私はその動画には接しておりませんが、報道等により写真など等については確認をさせていただきました。いずれにせよ、先ほど申し上げたように、党の組織運動本部において事情聴取、そしてこのさまざまな事実の調査確認を行ったところであります。ちゃんと確認された方がいいというふうに思います。それを見ればいろいろと総理も考えが変わるのではないかというふうに思っておりますし、強いリーダーシップでですね、本当の多様性を実現していくべきだというふうに思います。でパネルをご覧ください。
費用は党が、そのパネルのままで大丈夫です。党は、費用は党が支出というふうにあるんですね。自民党は青年局の予算に政党交付金を一切当てていないんでしょうか。滋賀県連では6人の所属議員にこの懇親会の会費を支出しているが、滋賀県連が懇親会費を負担したのであれば、公費が含まれている可能性が十分にあるのではないかというふうに、普通の政治関係者は考えると思います。公費が含まれているか否か、確認をお願いいたしましたが、いかがだったでしょうか。党の組織運動本部が滋賀県連に確認をいたしました。そしてその結果、税金を原資とした公費、政党助成金等からの支出は行っていないということであります。そして懇親会の費用につきましても、滋賀県連の支出以外も含めて参加者からの会費等で賄われており、税金を原資とした公費、そして政党助成金については含まれていない、このように報告を受けております。塩村さん、はい、この開票ですね、県連が持っているという報道がありましたね。ここでそれであれば公費が入っている可能性もありますし、仮にですよ、それ以外の県連の皆さんが自分で出したのであれば政治活動になってきますから、それを収支に載せるんじゃないですかね。そうなってくるとですね、政治資金も使ってくることにもなるわけです。で、公費を使っていないという部分は、普通に考えて青年局の事業に一切の公費が入っていないというのは考えにくいというふうに思います。懇親会含めてこれってちょっとどうなのかなというふうに思いますし、仮にですよ、入っていないというところ、それはそうなんだというふうに置いたいだとして、じゃあ何を使っているのかというと政治資金ですよね。それ以外のお金って何があるのかっていうと、例えば党費ですよね。皆さんが党員になったときに払う党員のお金、そして企業団体献金です。そして寄付になるわけです。公費が当てられていないというのであれば、使われているのは国民の皆様からお預かりした、いただいた、そうした寄付とか献金になるわけです。そうしたものがああしたセクシーな過激なダンス懇親会に使われているというのは、自民党を支持する皆さんは果たして本当によしとするのかというところだというふうに思います。公費は使われていないというのは本当に逃げているようにしか聞こえませんので、真摯に対応する必要があるかというふうに思います。今お伝えしたようにですね、かかった費用はですね、個人でしっかり割って個人持ちとすべきだというふうに思うんですが、総理の考えをお聞きします。まず、この、懇親会については、和歌山県連が、主催し、経費を出していると承知していますが、そこにおいてもこの公費は支払われていない、このように確認をしております。その上でこの、青年局のブロック会議とその懇親会、これは党務として行われていることから、各府県連の判断で府県連の費用として負担するものや個人で負担をさせているものがあると承知をしております。いずれにせよ今回の事態を受けていずれの負担とするか、これは各県連において適切に判断されるものであると認識をいたします。塩村さん、はい、私が先ほど話した通りです。政治資金が使われている可能性は大いにありますし、今回は使っていないというのであればですね、今皆さんいろいろ帳簿をつけていてですね、申請する時期なんですね。そこから付け替えたんじゃないか、抜いたんじゃないかという疑念も出てくるわけです。毎年毎年そうしたものは本当に一切使っていなかったのかという証明も必要になってきますから、今後はしっかりとやっていかなきゃいけないと思いますし、ご答弁を聞いて、よく言われる謎が深まったというような言葉になってくるんじゃないかなというふうに思っています。